結構静止ベースの三国志ドラマを見てきているものの、どの三国志ドラマを見ても送信は無能ベースに書かれているなと感じた。別に送信は好きではない、ゆっくり霊夢です。送信を有能に書いて息子の曹操の無能さを引き立たせる脚本もありだと思えるんですけどね。それだけ送信は芝居の引き立て役だとのイメージがあるってことかな。全てをイメージで解釈するなんとなくが好きなゆっくり悟りです。今回は三国志小話として諸葛亮孔明の後継者である荘園は権力争いの末に失脚したのではないかという説を皆様に紹介していくわ。荘園は実際蜀の朝廷と連携が取れてなかった節もあるのよね。味方同士の仲間割れってやつが一番悲しいですぜ。それも有能と言われている人物が失脚するのも。でもそれが歴史の醍醐味とも言えるから難しいもんです。さて、じゃあ本題を語る前に荘園について軽く紹介していくわ。荘園は慶州霊陵郡出身の人物で、おそらくは劉備が慶州を獲得した頃に劉備の配下になった人物よ。荘園は20歳の時にはいとこの劉備と共に名が知られていた男だったようで、後に劉備が越州の優勝に招かれて職入りすると、荘園は州の所作として劉備に、付き従ってコート県庁に任命されたの。後に劉備がフラッと遊びでコートに立ち寄ると、荘園は仕事もせずに酔いつぶれていたもんで、これを見た劉備は大いに怒り、荘園を処刑しようとしたの。すると諸葛亮は劉備に、荘園は国家を支える器であり、百里四方を治める才能は持っておりません。政治とは民を第一に考えるべき、であり、荘園はただ単に見てくれを気にしてないだけであります。どうか劉備様、ご再考をお願いします、と言ってきた。もとより劉備は諸葛亮のことを敬愛していたもんで、彼の進言を聞き入れ、劉備は荘園の処刑を取りやめて罷免するだけで済ませたみたい。ここら辺のエピソードって宝刀のエピソードと酷似してるんですよね。宝刀は仕事をせずに劉備から罷免されたものの、後の露宿から宝刀に剣を収めさせるのは無理です。宝刀は大任を任せてこその男です、と言われ、諸葛亮もまた似たような進言を劉備にしてるんです。その進言通りに劉備は宝刀を用いると、彼がめっちゃ有能、だったので劉備は宝刀を重用するようになったんですよね。この前例があるもんで、劉備は荘園の処刑を免じたのかもしれません。まあなもんで荘園はしばらくして従法権令として復職し、219年に劉備が漢中王に即位すると荘園は中王に呼ばれて尚書郎に任命されるという栄典を飾った。223年、劉備が病死し、その子である雄然が蜀の二代目皇帝として即位して蜀の上将である諸葛亮が権力を握るようになった。そして諸葛亮は幕府を開いて荘園を自分の元に呼んで闘争園とし、彼を自分の側近としたの。荘園には諸葛亮孔明という最強の後ろ盾がいるもんで出世は安泰ですぜ。無論、ここまで出世できたのは彼自体の才能のおかげだとも言えますが、諸葛亮が荘園をかばっていなかったら、おそらく荘園は劉備に処刑されていたでしょうからね。その後、荘園派も際に推挙されたものの、意外にも彼は謙虚で有用、隠家、荒園、両からにこれを譲ろうとしたの。これを受けて諸葛亮は若干怒り気味で荘園にある書状を送ったの。いわく、私が考えるに、しかし芋の期待に背いて徳を捨て、その結果民に被害を与える行為は人から理解されない行為である。実際多くの、人々は君がなぜ推挙を辞退したのか、その理由はわからないわずだしな。だから君は前後の功績で推挙を受けたことを民に知らせ、この推挙が公正だったことを皆に知らせるべきなのだ、とね。この諸葛亮の言葉を受けては荘園も辞退できず、荘園は三分となったの。推挙を他人に譲るなんてね。昼間から仕事もせずに酒を飲んでいた人間とは思えない行為です。その後、荘園は諸葛亮が漢中に赴任してしばしば北伐のために出兵して政治ができない状況にあるもんで、諸葛亮の代理として長子長英と共に生徒で政治を行ったの。230年に長英が亡くなると、彼の仕事まで荘園が引き継ぐようになったようね。荘園は諸葛亮が北伐に行くたびに兵糧や兵を諸葛亮に輸送したもんで、
諸葛亮は常々荘園のことを、荘園は私と共に王業を補佐する人物だ、と言い、密かに友禅に、私にもし不幸があれば、荘園を私の後継者にしてください、と伝えていたの。むむむ。そこまで諸葛亮は荘園を信頼していたんですか。234年、諸葛亮が病死すると、荘園は少書令となって行徒後、仮説、越州使に任命されてさらに大将軍、六将所持に任命されたの。なんかいきなり文武官のトップになったわ。当時の職の人々は諸葛亮という偉大なリーダーを失って大いに悲しんでいた。荘園はいきなり職の官僚たちにトップになったものの、この出世を喜びも悲しみもせずに淡々とお仕事をし続けていたの。なもんで人々は荘園の落ち着きぶりを見て、次第に冷静になっていったみたい。普通、野心ある者は出世すると大いに喜び、逆に小心者は退任を与えられると震えるものです。しかし荘園は常に冷静に振る舞い続けた。さすがは諸葛亮の後継者です。238年、友禅は荘園にこういう御事のりを送った。いわく、戦いは未だやまず、賊の対象である曹営は凶暴である。故に両党の公孫円らはその横暴に耐えきれずに謀反を起こしたのだ。曹営はこの鎮圧に大軍を用いてるので、これを好機と見て漢中に駐屯し、後が出兵したらすぐさま北伐を行え、とね。まあでも、蜀は後と連携が取れてなかったのか、後が北伐を行わなかったもんで荘園も出兵しなかったんだけどね。むむむ。こういうのってあらかじめ国家間で打ち合わせとかしないんですかね。そして運命の241年、後は義国に対して弱肥の役という大規模な北伐を開始したの。これを受けて蜀の中央から少書令妃が漢中を訪れ、荘園と作戦会議を開いたものの結局のところ、この時の打ち合わせもいい感じに終わらなかったのか荘園は出兵せずに妃も中央に帰還したの。なもんで、荘園としてもモヤモヤしていたわずよ。ここからは私の妄想だけど、だからこそ荘園は北伐がやりたかったのだと思うのよね。238年の公孫円の乱では義国につけ込めず、241年の後の北伐でも連携が取れなかったからね。特に241年は出兵しようと思えば強引にできたとは思うんですよね。これは238年の古い御事のりですが、後が出兵したら北伐してもいいよ、と友禅が許可を出してますし。無論、これは公孫円の乱の時の御事のりですが、強引に解釈して出兵は強行できたわずです。荘園はしばしば諸葛亮が来たからの北伐にこだわり、その道が険しくて何度も失敗した例から今度は東の方面からの北伐に目をつけた。荘園は水の流れに乗って東を攻めることを計画したの。なもんでたくさんの船を作って関水や便水を渡って義高、襄陽を攻めようとしたのよ。しかし持っており悪く荘園は病にかかってしまい、この、北伐をなかなか実行できずにいたのよ。そうこうしているうちに、蜀の中央では、もし荘園の北伐軍が敗北してしまったら、帰還する際水の流れに逆行することになるので船で撤退することができなくなって蜀軍は全滅してしまう。故にこれは優れた策ではない。という意見が出され、243年に中央から少書令妃、中間軍協尉が派遣されて、荘園にこの北伐の中止を申し出たの。これは実質的に蜀の皇帝である友禅の言葉のために荘園は北伐を断念せざるを得なかったみたい。荘園には三度北伐するチャンスがありました。まさかその全てが出兵できずに終わるとはね。しかし逆に言えば、蜀の中央を説得できなかった荘園が悪いとも言えます。ちゃんと中央と連携が取れてさえいれば出兵はできたわずです。243年、荘園は北伐を断念して漢中から風に駐屯し、病に倒れた荘園の後任として妃が大将軍、六将所持に任命されたの。これは荘園がただ単に仕事ができないほど体が弱っていたのか、それとも権力争いに敗れたので失脚したのかは謎ね。ただ、実際荘園の北伐には危ういものがあったのも事実なのよね。それが、荘園はこの北伐において全く後と連携が取れてなかったこと。244年、
保湿、主膳らは後の皇帝である孫権に食から帰還した者たちはみんな、食が義に通じたと噂しております。実際、多くの船を作ってお城の修理もしてますし、さらに艦中を守っていた荘園は義の芝居が出兵してもこの隙に乗じず、後方に撤退しています。これは、食が義と通じている証拠です。と訴えているの。しかし孫権はなぜ急に食が義と通じるのかがわからないな。それに芝居軍にしたってわずか10日ほどで撤退した。どうして食がその軍勢に対してあれやこれやの対処ができようか。君たちは他国の布告強兵をあれやこれやと言うが、食は後が布告強兵をしてきて文句を言わなかったぞ、と言ってこの進言を聞き入れなかったの。幸いにも孫権のおかげで食と後の友好は保たれたものの、結構危うかったとも言えるわ。荘園が大量に船を作ったのは東からの北伐をやるためで、荘園が芝居が来たのにもかかわらず後方に撤退したのもただ風に駐屯するための行為だったんですよね。今思えば荘園は後と連携が取れていない状況で北伐をやる気だったので、この北伐は中止されても当然だったのかもしれません。皆様がどう思うか、ぜひコメントで教えてほしいです。さていかがでしたでしょうか。今回のお話は、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。おじさんたちのドロドロした関係でした。それじゃあ今回はここら辺で、またねー。